おざーす。おざーす。いやー、いい天気だね。いい天気。ということで、なぜここにいるんでしょうか。はい、こんなね、いい天気に二人に見せたいものがあります。おう、それがこちらです。ドンの車買いました。来た出た来た車買ったよ。ダイハツついにファンクロス、サントファンクロス、サント、はい、マイカーをついに手に入れました。買ったのね。買いました。もうちょっとね、まあ、子供ももう少し大きくなってきて、やっぱ子供がいるとね、やっぱ車があった方がいいんじゃないかってずっと思ったから。いや、もう俺らもずっと言ってたよ、ずっと言ってた。旅行が大変だとか言ってたから、車だよって。子供ができてね、やっぱ実感する。もう本当に車欲しいでしょっていうのを思って、まあ何ヶ月前かにこう車頼んで、本当先日納車されました。初購入車、初購入ということで。初めて車買いましたよ。なんだっけこれは、ファンタントのファンクロスですね。カラーは藤原竜也の開示カラーですね、これね。そんなカラーねえだろ。開示フォレスト開示、フォレスト開示、フォレスト開示、お抹茶カラー開示カラーで、はい。お前高い、お前憧れすぎじゃないか。ええ何も、いやこれもうほぼうちの車っすよ。いやいや違うよ、違う。え、違う、違う、あ、そう、え、違うよ全然。うち、まあ、鈴木のスペーシャルギアっていう。ほら、全然違うじゃん。トランスのタントファンクラス。一つ、一文字もあってない。文字はね、文字はそうかも。何、何、何、初期、初期担当男じゃん。トントン、え、何、憧れるって何、自意識過剰じゃない。憧れちゃってんのかなと思って。ボックスタイプっていうね、この、ことよね、要は。そうそう、まあだから、あとバーがついててね。まあまあ確かに、この、ダイアツさんでね、こう、まあ、ダイアツ、まあ、担当の何がいいかって、ここのさ、柱がないから。バーがないんですよね。チャイルドシートだったり、ベビーカーを入れやすいとかっていうのが決め手で、この担当にしたんだけど、まあ、色を選ぶときに、一番いいなと思ったのは、確かに、フェニの色にめっちゃ似てた。アイボリー。そうね、アイボリーのね。色良かったんだけど、あれにすると、この形的にも相まって、マジで言われる。本当に一緒になっちゃうからね。さすがに、その、車種は違うとはいえ、同じすぎるから、まあ、その、このカーキ、カーキ。いや、カーキいいじゃん。いや、めっちゃ可愛い。いいなと思ったんで。わ、いいね。ちょっと、いや、完成できました。いいっすね。はい。いや、だからこの顔が、やっぱ可愛いよね。この、なんかちょっと悪そうな顔というかさ。まあ今ね、やっぱホントかっこいいね。ほんとかわいい。ちょっと待って、いや最悪だよお前。ちょっとかわいいから注意して。お前まだ俺も捨てるんだぞ。いやお前しろよ、お前お前するだろ。普通運転手は、普通オーナーするやめて。オーナー別に注意しないで。あ、これかわいいからちょっと注意しちゃった。高井、これで分かったか。え、あの、お前、俺が車買った次の日、ドライブ動画撮った時、内窓触ってたけど、それの愚かさが分かったか。嫌だろ。めちゃくちゃ嫌だろ。目に、だいぶ経つけど、あの時はごめん。立ったな。買ったら分かるから。こういう気持ちだった。こういう気持ちですね。まだね、何回かしか正直乗れてないから。そんな立ってないよね、全然ね。本当に。うん。そうだよね。そうね。ここまで来るのもすっげえドキドキした。ああ、そうか。いや、でも今日ちょっとドライブ行こうよ。だって、着慣れたさ、ルートなんだけど。ああ、で、でしょ？いや、俺らね、運転してる時は普通に間違えたから、20分くらい遅れたんです。まあ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 。頭疲れるなと思ってたけど。でもだいぶ誰かいるとね、運転しやすくなるから。一人だとね、ほんとこれ合ってるのかなっていうのがさ、不安になっちゃって結局間違ったりとか。そうそうそう。わかるわ。まあ今日はちょっと二人にアドバイスももらいつつ、ドライブしたいなと思う。いや、いいじゃない。いや、今日天気いいし。天気いいね。いや、もう最高よ。もう最高。じゃあもう、お台場か。お台場かー。難易度高いね。ちなみにだけど、俺の時行けなかったやつね。そうだ。高井のと、そう。私がちょっと、そう。おしっこやばすぎる。お前、車でなんかいろいろやりすぎじゃない？お前。重ね重ね、すいません。申し訳ないんですけども、まあ、僕はもうトイレ、もう先ほど行ってきたばっかで、よかったよ。多分大丈夫です。今からなんで、はい。天気もいいし。行きますか。うわぁ、怖え。俺まださ、怖くて、都内の方行ってないの。ちょっとその、郊外、埼玉寄りの方には、何回か行ってしてんだけど、こっ
怖え、怖え。三車線とかあんま行ってないんだ。三車線。三車線って三つもあんの？あるあるよ。一つじゃないの？いやいや、だいぶ田舎道。車線って一つじゃないの？どん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 増えるから。めっちゃ多い。お台場なんかめっちゃ多いよ。あ、怖い。よっしゃ、行きますか。命かけて行くぜ。よっしゃ。デッドオアドライブ。よっしゃ。うわ。やば。ちょっともう。あ、そうね。本気で行けよ、長井。気合入るわ。可動域な、広くした方がいいから。頼むぞ、高井。いいんですか、行っても。いいですよ。はい。これ出口は、あっちか。うん。よし。今あ、これ。緊張するぜ。いや、でも大事だ。緊張感大事だから、やっぱ。緊張感は、そう。そう、持ってた方がいいから。やっぱ慣れてきた頃が一番危ないっていう。そう、大事ですよ。だからその逆に渋滞してる方が嬉しかったりする。その考える時間が、確かにスピード出すことないもんな。別に操作とかはさ、多分なんか北海道とかでも地元とかでもしてるから大丈夫なんだけど、一番怖いのって多分道路のルールなんだよな。そこで焦るんだよね。そう。よし、左ですね。あ、いいですね。よし、ようやくじゃあ道路出ましたね。公道、公道だな、うん、よっしゃ。これ狭い道とか緊張しない？緊張する。逆に、うん、多分赤羽はね、鍛えられるよ。赤羽怖いわ。自転車多いもん。もう来た瞬間分かったよ、もう自転車多い、うん、住んでる人の2倍あるからね、チャリンコ。この車を取りに行った時も、あの奥さんのお父さんについてきてもらって、あ、うん、お父さんがめっちゃ運転好きな人だから、うん、あれっていうか、あれは試乗は試乗、うん、試乗はもうノン試乗で。あ、マジ、うん、あ、すごいね。もう決めに決めたって。あ、そうな、うん、決め打ちだったんだ。決め打ちだった。へえ。もうまあ差が分かんねえか、他のと。いや、まあまあそれもある。だからもう本当にどれ乗っても、うん、初めてだし。まあね。うん。で、まあ、その、口コミとかさ、その、うん、いわゆるそのネットの評判とかを見て、うん、まあまあ別に、乗りやすさとか、うん、良さそうだなと思って。最初、くっそ怖かったもん、試乗。試乗が10年ぶりぐらいの運転だったもん。いや、そうなんだよな。なんか運転がマジで。で、太郎と一緒に行ったけどさ、うん、いいよ、変に運転した方がいいよ。行け行け、やるときやっとけ。10年ぶりだけど大丈夫かな。乗ったらいけんだよな。でも結局やっぱ市場すげえ遅かったもんね。これも行ってて、もちろん行ってください。めちゃくちゃ速度遅かったもん。やっぱ30ぐらいになっちゃうよね、最初。だからやっぱそりゃそうだよねっていう。はい、道なりですね。はい、まあよく通る道ですよ。いや、ここはね、当時の、まあまあまあ、わかりますけど、おすすめはね、真ん中の車線。真ん中の車線って言いますか、うん、急に右折しろとかなっちゃうもんね。ここはね、あります。え、どっか行きたいとことかあんの？いやー、行きたいとこね、やっぱいろいろあるけど、うん、その草津とかね。あー、あれ、やっぱさ、電車でなかなか行けないんだよ、うん、あっちの方って、うん、確かに。箱根とかはさ、その電車で、なんか一本で箱根登山鉄道とか、うん、そう、小田急ロマンスカーとかあるけど、うんうん、あっちの方ってなかなか行けないんだよね。電車とかで。そうそうそう。そうね、そうね、山、まあそうだな。そういうのを行きたいよね。まあ、いいね、旅行は。いや、奥さんも言うんですね。やっぱ、どこどこ連れてってくれよって。いや、そうそうそう。やっぱ、荷物多いでしょ。行けるようになりたいよな。あ、そうか。うん。もうなんだかんだ、俺買ってから2年とかだよね。もうそんな経つか。経つ経つ。太郎のバイクもそんなもんでしょ。うん、1年ちょい。太郎も1月ぐらいで多分2年。あ、そうだよね。え、太郎ってまだ乗ってんの？あの三輪車。いやー、全然乗ってない。三輪車だったの。三輪車。めっちゃ乗りたいだよ、本当に。なんか季節的にもさ。うん。あれよね、その夏がさ、こっち行こう。あ、こっちとか左行っちゃおう。あ、行った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 、
じゃん、うん、その夏めっちゃ暑かったしさ、そう、うん、そので急に寒くなったじゃん、そう、あの秋がなかったのよ、今年なんか春とか秋とかだったら、そう、運転なんか気持ちよさそうだけど、うん、買った時期クソ寒かったよな、激寒、マジで顔凍ったもん本当にいやー、マジ乗れてなくてね、車はもうあったかいし、車いいっす、いやー、ほんとそうよ、関係ないもんね、うん、いや、二人車だもんね、もうまあね、いやでも俺もなんかゆくゆくはだよな、多分そうだ、でもバイク欲しいけどね、今逆にね、うん、分かる分かる、バイクはマジで欲しくないな、バイク乗ったことないって言ってたよね、バイク、ま、マジで乗ったこと、原付もでしょ、原付もほぼない、へ、あ、じゃあちょっと価値観変わるかもよ、いやー変わるぜ、いやいいよバイクは高いバイク、トライク買う、いやだよあの俺のあるけど、絶対やだよ、意味ないもん、一応車検とかツーリング、ま、めちゃくちゃマックスで今やってるから大丈夫、いらない、お前のトライク買い取るってこと、そうそうそう、やだよ、俺車買おうかなと思うから、ね、それで原付きなんて、だって高校の時でさ、うん、俺どんぐらい乗ったんだろう、2万キロは行ってたよ、いや、やっぱ高校の時の原付きってやばいからね、まずね、ああ原付きで2万キロってなかなかよね、原付きとか乗りすぎなのかな、どんだろう、神奈川がやっぱ、まあでも時間ありまくるからな、そうそうそう、てか俺高い運転してるの意外と初めて見たかもしれない、そのあ、そうか、うん、俺そう北海道、確かに北海道で高い運転するとき、そう、うん、俺でも俺前回ちょっとね運転あれ前回前回あパンケペヨッペが置いてああそうだそうだあれあそうだ試しでやってみようみたいな、本当ケンブシからは出られなかったけど、そうだあそうだ、ケンブシの本当もすっごい山奥の方のあの川見にスーパーグルグルしたやつね、そうそうそう、動画とか撮ってないけど、そうだ一応ね、あれだ行ったわ、そうだあれくらいだ、そうだあれ、じゃあ都内で都内はっていうのがそうだよ、めちゃめちゃ新鮮なんだよね、だからこれは多分動画見返したら、うん、俺ずっと口開いてると思う今俺ずっとそうです、考え事しすぎちゃったね、うん、そのね、あっちい顔いや今日ちょっと日差しが強いね、うん、当たってるかこれ、止めてる、あ、ちょっと集中したくて止めてた、え、難しい太郎、暑かったの多分、暑い、暑かった俺も、いや絶対空調なんか抜群にした方がいいでしょ、うん、止めちゃった、ちょっと集中かけるだろ、集中しすぎてちょっと雑音がちょっとこれが何通りだっけ、白山、これ白山ですね、白山、白山通りですね、うわもう都内行っちゃうじゃん、本当に本当にないんだ、やっぱもうもう都内で、いやいや北区はまだまだギリ、いや北区都内ですからめちゃめちゃ都内、多分だけど北区の方がむずいんじゃないか思い出の地とかね、確かに高い巡っていくのは面白いかもね、車で思い出の地なんかやっぱペルさんと行ったとかね、目黒とか目黒目黒ね、あ、でも目黒で言うと、うん、そのあれだ、 A ちゃん食堂行きてえわ車で、あーそうだ、あ、そうだ、 A さんとかもあれだ、目黒だ、 A さんのラーメンの、あれ駅から微妙に歩くんだよ、歩くね、うん、で朝でしょ、車で行けたら楽だね、そう確かに、行くとしたらさ、もうほんと子供も連れて行くってなるとやっぱ電車、朝の平日の朝とかマジ嫌だからさ、ああ満員電車とか、そうね、そういう時もいいじゃん、おむつもだって、まあそうね、どのタイミングでも帰れるからね、うん、で意外とねこの間乗せたけどそこまで嫌がんなくて、車大丈夫だった、そうそうそうなんかもうずっとそのなんかお菓子あげたりとか、そのと、うん、後ろであの奥さんがあやしてくれてれば、太郎お前 DVD プレイヤー買ってやれよ、ここにつけるような買ってやるか、そしたらタブレット、あ、タブレットとかね、タブレットつけるようなやつはさ、買ったんだよ、あ、あるんだ、タブレットは、タブレットはまだない、ああ、ああちょうどいいじゃん、じゃあ5台目買うか、そしたらお金がないタブレットは、なん
んだよ、今日ベポラップ塗ってきたのにな。ベポラップってまあ俺を勧めたけどさ、うん、あれ寝る時しか塗んなくね。普段もつけていいよ。いいのかな俺わかんないけど多分大丈夫。絶対だ鼻スースーした方がいいでしょ。俺でも未だにあのベポラップ、うん、てかここ最近使うんだけどさ、うん、寝る時、うん、マジすぐ寝ちゃう。え、そういう効果もあんの。俺多分ね、あれリラックス効果あるんだと思う。子供の時喘息でさ、うん、あの寝る時にゴホゴホ止まんない時に塗ってもらってたんだけど、うん、それのせいかなんかね最近気づいたの。ベポラップ塗ったらマジですぐ寝れるって。へえ、子供の頃それで寝てた記憶なのかわかんないけど。あ、もう危ない。もうちょい行っちゃおうよ。車線変更してくれるやつかな。今のはあのベンツが悪い。あいつが悪い。急、割と急に来たね。ああ、だからハザードやっててくれたけど。そう、俺まだハザードうまくできねえんだよ。え、まだ未ハザード。まだ。センキューハザード。センキューハザード。ああセンキューハザードね。あれもあるよ。あのだって。あのセンキュークラクション。クラクションも。一瞬クラクション。ああ、クラクションも今後必要な時にすぐ鳴らせるかどうか。不安だな。一回鳴らしてからは結構普通に鳴らす。一回目の壁なんかな。最初の一歩目だ。うん、もうほんいつ来るかなそれが。いつだろうな。初クラクション。みんなに見ててほしいけどな俺の初クラクション。確かに互いの初見ときたいな、ね、全部。なるべく見ておきたいな。まずはこれ初お台場だから。いやーそれすごいね。うん、行くかと。お台場行ったらもう結構ある程度は初4車線でもあるんじゃない。初4車線でもあるな。うわ、じゃあもう行けちゃえば。皇居周りとかやべえぞ。そうそう、6とかだから逐一教えて本当に、うんうん、でもここは本当あの道なりだから基本的に、うん、運転しやすい場所ですよこれ。皇居かかんないかこの道。このまま真っ直ぐ行けば行くけど。だからね、うん、そうだよね。そこが初皇居になる可能性も。初皇居だちょっとあるぞ。そうするな。あとはまあやりたいので言うと、うん、その飛行機で、だから沖縄だったり、はいはいはい、九州とか行って、うん、現地でレンタカー借りて、それ一番いい、ね、ドライブするとかね。どこだろう。沖縄この間行った時、うんうん、レンタカー借りて沖縄走ったんだけど、うん、なんか彼女と、あ、奥さんとね。あ、うん、ありがとうございます。ああ、と、まだ彼女だ。あ、まだ、その時はまだ彼女。うん。二日目以降は指輪なくした奥さん。っていうとね。指輪なくした奥さんだと向こうが悪いみたいな。そうだよ。お前なんで向こうのせいにしてんだよ。すり込みで、そっちにしてる。すり込み。指輪なくされた。補足だな。指輪なき奥さんから。お、皇居です。皇居でーす。ああ初皇居。すぐ右出してここにいたい、ね、あ、待ってゆっくりで、待って、 OK OK。 そう、なんかもうずっとここやってる工事。高い空気見とけよ。 ありがとうございます。こういうのを経験して今までの俺と太郎に感謝してもらいたいよね。ありがとう。一応無事故でやってきました俺ら。当たり前に乗って携帯ずっといじってたけど。ありがとう。お前、ようやく、てか、お前、これからあれだからな。お前ももう運転する側だからな。ありがとう。普通に3人で回すんだぞ。そうだな。ありがとう。だから乗ると雨だけになってたよ、ついに。あいつだけになった。それずるいな。あいつは変わらず酒飲むぞ。あいつは変わらず酒飲んで。まず免許をね。あ、そう、免許ないんだよ、あいつはまず。取れるだろう。いや、だからこれからまず高い頼むよ、ほんと遠方行った時。ちょっと。だって俺、茨城とか行った時さ、俺らまずね、その、あったね。そう。そうだよ。交代交代でさ、行き帰りでさ、交代して。そうだね。で、俺も太郎もお互い運転してんのしんどいの分かるから、うん、ずっと喋りかけてんだよ。うん。ちょっとずっとミントもある。そう。大量に支給するっていう。後ろで、うん、お茶飲んでおしっこ行きたいっつって、おしっこしたら寝て。いや、だからそれも、ガキすぎる。それもあれよ、その俺なりの、その、うん、あれよ、その、エンターテイメント。余興余興で、ね、さあ、おしっこ、後ろのやつ、運転もしないで、おしっこがなんか言ってるけど、
さあどうするっていう。いやー都内だ、うん、都内来てるやだー。今日だいぶ都内してるね。だいぶ都内してる。ここ大丈夫この辺。でもこの辺行けてたらもう正直新宿行けるよ。いや無理だよ無理ですよ。そんな変わんないよ。新宿は新宿まで人の多さがね。新宿なんて人が走るとこじゃないですよ。なんで高橋さんの一世さん。たまたまとか。ポケモンしりとりやってる時。このあるあるのセリフじゃねえんだよ。ポケモンしりとりやってた時に参加した一世さんね。たまたまとか。オフの一世さんね。よいしょ。橋来るか。やっぱタワマンみたいな増えたな。うわー橋だー。うわー来るぞー。うわ高い。隣レインボーブリッジだ。わかんない。まだ見れないか。隣レインボーブリッジあるぞ高い。ない。あるよあるあるよ。ない。レインボーブリッジ。ない。すげえ。わかんない。左スカイツリーだ高い。右行けどね。高いスカイツリーもあるぞ。加速しろ。スカイツリーもあるぞ。やったー。橋だー。橋ー。ありがとう。ありがとう。橋ー。橋ー。橋橋。嬉しいなぁ何か橋乗れて嬉しいなぁ。来たね。すげぇ初橋豊洲らへんから豊洲お台場らへん。まっすぐ。うんまっすぐいいねよいしょもう罰よ。よいしょうわぁ橋だー。ちょっと、眩しいな。ちょっと眩しい、気をつけてる。やばい。フルフェイス。よかった。フルフェイスサングラス。あ、よかった。見える見える。なんだろ、お前。あ、よかった。いや。なんだよ、これ。よかった、よかった。あ、全然眩しくない。うわ、レインボーブリッジあるじゃん。いや、だろうけど。いや、守りすぎじゃない。ちょっとそれ。えワンチャン止められるよ。じゃあこっちの方がいいか。それはどこを守ってるそれは。見える見える。うわすげえ。あ、でも遮光できてんのかそれ。え、結構見える普通に。え、これすっごいサングラス。安い。すげえサングラス。やだわこいつの横。未来人。いや、いいね。すげえ。これを出せるってことは、ちょっとずつ余裕が出てきたってことね。まあまあまあ。出せなかったからな。もっと早く出したかったけど。めちゃくちゃ振ってたからな。めちゃくちゃ振ってたから。めっちゃ振ったからな。そうだろ。だから、ずっと刺さってるの見えてるから。ずっとこのバイザーがさ、閉じてないんだよな。これのせいで。なんか刺さってるなーと思って。俺も出したかったんだぜ。俺も出したかったんだぜ。ずっと半磨きなの。ボガって。ずっと気になってたから、あれ。そうだろ。よかった。いや、もう一個早かったですね。間違えました。もう一個でしたね。ここじゃないですね。間違えました。まあ、これ戻っちゃうんですか、これ右曲がったら。戻っちゃうね。いや、まあでもまあまあどっか修正してくれると思うけど。どこ行っちゃうんですか、これ曲がったら。本当に戻ろうとしてる。俺らの道を。うん。で、ぐるっと回ってこれもう一回乗る。ん？そっちの。おい。おい。本当。U ターンだ。でっかい U ターン。うん。おい。どうだったらもうついてたかもな。ついてた。まあ、全然ついてる。おい。右だ。左だ。死ぬ。最悪のことだ。今一番聞いたんだ。死ぬ。死にやすすぎる。ルルーシュビブリタニアが命した。死ね。福山潤だ。福山潤。よろしく頼もう。死ね。ここ入っちゃう感じ。うん。ここ入っちゃう。ここ見。人通るからね。人通るから。いっちゃい。後半もルルーシュに支配されてる。よし。あぶねえ。ルルーシュだな。あぶねえ。行けと。よし。駐車券だ。よし。よし。窓。ルルーシュ全開だから。ルルーシュ全開。おい、さあ。は
着きましたね。着いたな。着いた。どっから切れてるかわかりませんが。びっくりしたな。そう、もうさすがに涼しいから大丈夫かなと思ったけど、うん、あの、ここの日当たりが良すぎて、うん、あの、多分途中で止まってた。マジ？うん。これもしかしたら、だいぶ序盤の方から。かもしれない。可能性もある。まだその確認すらできない。できない。じゃあ、下手したら、なんで高井がルルーシになってるかわかんないけど。わかんない。あの、しかも、だから、そうだね、確認もできてないから。あ、そっか。そう。だからね、今高井が、ローとか言ってるけど。おいとか言ってるけど。じゃあ、このサングラスも、もしかしたら、このフルーフェイスも、もしかしたら登場してないかもしれない。あの、屋上、スーパーの屋上から、うわ、怖えからここに行ってる可能性もある。うわ怖なるほどな。それ一番怖いわ。じゃあ、死ね。これを見てた。ザコルルーシュ。ルルーシュビブルータ。メーシュ。死ね。うん。まあでも、なんとか。なんとか着きました。お台場、来れました。いやー、よかった、緊張した。ね、もう事故で。うん。汗べっちょり。そうだね。横から見てたら、やっぱこのハンドル握るさ、ここにあの、やっぱ筋が出るぐらい、相当力入ってんなと思ったけど。最初は。多分この辺今日検証になる。まあでもこうやって覚えていくから、いやそうね、これでね、家族も連れてこれたら、いや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 、いいんじゃないでしょうか。よかったです。もうお台場来れたんで、よかった。もうどこへでも行けるですね。よかった。行けるですね。行けるですね。そうだぞ。お前だから変わるよ、ちゃんと今後。そうよ。そうだね。いや俺とフェニーがいつもその行き帰り、そうそうそう、まあそれはちょっとまだまだ。なんで、いや行けるだろ、もうもうやれるだろ。ありがとうございました。いや、車買ってよかった。最後誰なんだよこいつ。